皆さんこんにちは。 CF ネッツ不動産コンサルタントの藤原でございます。今日江南大本部初のフィールドワークセミナーなんですが、今第一現場に来ております。こちらはですね、北千住、最寄りが北千住の駅から歩いて6本、足立区の千住中井町というところに、これから建築をいたします新築の4世帯のアパートになります。まあ、ご覧のようにですね、今基礎工事をまあやっておりますけれども、1月の末に完成予定で、年明けてから募集をして、1、2、3でマイナスにしちゃおうという計画の、物件でございます。値段は4480万円、土地が52平米、建物が61平米、1階2階6棟付きの4世帯という物件で、計画をしております。で、想定の年収がですね、大体320万ぐらいということなので、表面で大体 7% ぐらいの計算になりますね。で、FCR で大体 5.74、あとは自己資金はですね、1250万ぐらいを想定しておりますけれども、そんな物件を今、ご案内しております。ちょっとざっとじゃあカメラ回していただいて、こんな感じですね。では現場からのワンポイントレポート以上でございます。ありがとうございました。